どうも皆さんこんにちは、タンシャーピーです。まずは動画の前にね、コメントで多くの方から、おい、ウプ主の声を聞かせろ、なんでウプ主の声じゃないんだなどとね言われましたので、今回からウプ主の声でやっていきたいと思います。昔からね、声がスカスカしてるとかよく言われるんですけど、そこはご了承お願いします。では本題です。今回はサムネにある通り、アリを洗脳して奴隷化する植物、アリアカシアを紹介していきたいと思います。このアリアカシアですが、単にアリを洗脳というわけではなく、まさに薬漬けにして洗脳という感じなのでね、かなりえぐい植物になります。では紹介していきます。アリアカシアはマメ科アカシア属の木で、メキシコが原産のアリ植物です。いきなりね、アリ植物と言われてもパッとしないと思うので、まずはアリ植物の説明をしていきたいと思います。まずアリ植物とは、アリとの共生関係を持ち、その植物の上にアリを常時生活させるような構造を持つ植物のことです。日本に確実なものはありませんが、世界各地の熱帯域にその例が知られています。アリは小さいですが、肉食性が強いものも多く、丈夫で攻撃力もあり、しかも大きな集団で活動するので、一部の特殊な動物以外はアリを避ける傾向があります。そのためアリが多くいるところには動物は寄りつかないか、アリによって排除されてしまうんですけど、そこで自分の体の上でアリが暮らせるように進化した植物があって、それがこのアリ植物というわけです。このような植物では、アリが巣を作るための高所と呼ばれる、空洞みたいなものですねが、植物のどこかに作られたり、またアリが好む蜜を分泌するなどしてアリを誘引し、栄養供給を行う仕組みを持っているものが多いです。これはアリの方から見ても住処と餌を提供されるという利点があるので、これは相利共生の関係と言えます。高度なものになると、特定のアリの種との関係が見られたりします。その場合、アリの方も他者に攻撃的になって、その植物に近寄る小動物への攻撃や周辺の植物を噛み切るといった例もあります。このような型を防衛共生型と言ったりします。もう一つ、アリを植物上に生活させることは、その排出物が窒素源、リン酸源といった植物にとって重要な肥料分となるという面があります。特にこの面が主体と思われるものは、栄養補給型のアリ植物と言われます。この栄養補給型のアリ植物は、栄養が貧しい土壌に生息するものや着生植物のものなど、いずれも肥料が不足すると思われる環境に生息していて、その場合アリへの餌供給は行われない例も多いです。自分で目一杯なので、アリへはちょっと我慢してもらうという形ですね。またアリ植物は世界に約500種類あることが知られていて、種子植物のみじゃなくてシダ植物にもその例があったりします。この種子植物もシダ植物もそれぞれ独自にアリ植物化したものと考えられていてですね、外見的にはアリの住み込む場所が大きく膨らんだりと独特の形をとるものもありますが、特に見かけではわからない例も多いです。アリ植物に共通する特徴としては、植物の一部にアリが巣として使える工場を持つというのがありますが、その形や位置は様々で、葉が巻き込むようにして部屋を作るものもあれば、茎や根の内部に空洞を形成するものもあります。また何らかの栄養分を分泌してアリの食料とする例も多いです。葉や茎に蜜腺を持ち、蜜を分泌するのは多くのもので見られます。より特殊なものとしましては、タンパク質や糖分の多い、特に分化した構造を作る例もあります。このようなものは栄養補給型のアリ植物では発達しません。ここでアリアカシアの話に戻るんですが、アリアカシアは栄養補給型、防衛共生型のどちらの型かというと、防衛共生型で、さらにアリアカシアはタンパク質や糖分の多い蜜を分泌する特殊な例でもあります。これがね、共生関係でお互いにウィンウィンだったらよかったんですけど、なんとその関係には一方を依存状態に追い込む巧妙な戦略が潜んでいることが分かりました。
アリがアカシアのボディーガードの役割を担ってはびこる雑草を防いだり、住居を狙う動物から守ったりする代わりに住居と餌を得る。これは先ほども述べた通り、自然界の代表的な共生関係の一つと言えます。しかしメキシコのマーティン・ヘイル氏は、アカシアの樹液が含む酵素によってアリが他の桃源を摂取できないように仕向けられている状況に気づきました。これは住居と食事を得るアリが死ぬまで労働を強制させられるということになります。その手口が非常に巧妙でですね、アリが摂取する樹液などの餌には初糖などの甘い糖分が多く含まれています。そして初糖などを小さな糖に分解して消化するにはインフルターゼという酵素が欠かせません。しかしヘイル氏は、アリのインフルターゼが不活性化して通常の初糖を消化できなくなっている状態を突き止めました。一方アカシアはそれを補うかのようにインフルターゼを樹液中に分泌し、消化しやすい餌を提供しています。結果的にアリはアカシアの樹液に依存するように強いられることになるというわけです。またなぜアリのインフルターゼが不活性化したのかという疑問について、ヘイル氏は幼虫時代には正常だったインフルターゼが成虫になる頃には不活性化するとの結論に達しました。これは樹液に含まれるキチナーゼという酵素がインフルターゼを阻害しているからではないかと言われています。サナギから成虫に孵化したアリはまずお腹が空いているので樹液を口にします。そしてこれがアリの最初に摂る食事となり、アカシアの芝生通りインフルターゼが不活性化し、その活性は二度と元に戻ることはありません。一度蜜を口にしたその瞬間からアリの奴隷生活は始まるというわけです。一度蜜を口にしたら糖を分解できなくなり、それを分解する酵素の入った餌を与えて依存させる。マッチポンプもいいところですよね。以上、アリを洗脳して奴隷化する植物、アリアカシアの紹介でした。チャンネル登録と高評価お願いします。